ジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんもお迎えしています。見応えのある試合になりそうです。ルーズボールになっています。いいクロスだ。コーナーキックが入ります。このヘディング素晴らしい視野です。ゴールだ。先制点が入りました。見せてくれます。テクニックがありますね。これをディフェンダーがクリアしました。ゴールライン上でしたね。はい、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールをキープできるか。視線が中に来た。さあ出すか。ファーポストへ入れてきた。送りたい。このパスはカットされました。このパスは読んでいました。おっと裏へ出した。ディフェンダーがブロックします。なセット。早めにボールを入れてきた。ゴールのボールをもらいに下がってきました。焦りがうかがえます。早めにクロスを入れました。キーパーの見事なセーブ。狙える位置です。これは狙います。コーナーです。ショートコーナーです。ファーポストへ入れてきた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、このクロスはゴールはガラ空きでした。このロブパスはよくスペースが見えていました。うまいパス。当然狙う。これは入らない。今ここは大きくクリア。チャンスでした。アーリークロスを入れました。素晴らしいヘディングです。サイドが空いています。中央にクロスが上がった。最高のボールが出た。クロスバーに。ドリブルで相手を揺さぶります。相手に奪われます。ここでホイッスル。アウェーチームの見事な勝利です。いやー、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。